午後6時になりました。皆さんこんばんは。はい、今週もでんでんラジオスタートしますよ。はい、地域から世界に発信するラジオ、でんでんラジオ。はい、さい、ぐしゅうよ、ちゅうがなびら、ちゅーんでんでんラジオ、はじみやびら、すい、うにげそびら。はい、たい、ぐすうよ、ちゅうがなびら。9月19日、土曜日、ぐぐる9時、でんでんラジオぬ、時間なといびん。皆様こんばんは、9月19日土曜日、午後6時、でんでんラジオの時間になりました。パーソナリティや、しまくつば、ベンチョーソウル、上村エネト、玉城舞と、上津凛と、佐々木光太と、比嘉七瀬と、赤峰龍武やいびん。この番組は、島くつば、英語、大和口のトゥリリンガル、3カ国語で挑戦し、次世代への島くつばの伝承と、多世代、異世代、国際交流を促進することを目的とした番組です。インターネットを使える環境の方は、FM コザと検索すると、ユーストリーム放送がライブで見られます。皆様、どうぞ最後までお付き合いください。この番組は、島くつば、家いご、大和口ぬ、みいちぬくつばちかて、ちぎぬしでぬちぬちゃんかい、島くつば伝承し、うふおくぬしで、ちがいるしで、国際交流ししみるくつ、目的つ、そういびん。皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、しまくつば英語に関する質問もどしどしお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp。 皆様からのメッセージ、リクエストお待ちしています。いずれも番組名、でんでんラジオとお書き添えください。ラジオネームも忘れずに。ラジオちちょうるぐすうようからぬメッセージ、直訓リクエスト、しまくつば、英語に関する質問など、どんな意識見せびりょうたい。メールアドレスすべて小文字で、
761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp です。ルチランデンデンラジオンチ番組にのおじかちみそうちラジオネームわしらラングトゥかちみしえびりおたい。それでは元気にいっていきましょう。それではHere we go! はい、はい、ということで。サーナがいないのね。はい、そうなんですよ。ちょっとね、どすぐぐるい声で、ぐぶりやいびしが、今日をね、スタートしていきましょう。はい。今日はね、シャラさんもいないということで、はい。まあ、ちょっと、まあ、士気が下がると思いきやですね、今日は新しくね、あの、しまくても勉強してる人が増えたということで、自己紹介でね、いっぱいのパーソナリティが出ましたね。皆さん活躍してますので、ね、もう万内もうアビアビしてください。はいはい、はい、じゃあ今週はですね、今週といいますか今月のでんでんラジオはですね、9月18日、まあ、昨日ですけども、そうですね、クトバの日ということで、まあ、言語について、皆さんと一緒に、考えていきたいなと思っていまして、で取り上げております。で、まあ、昨日今日、沖縄県が主催して、催し物が行われてますけども、はい、今日も大きなイベントがそうですね、ありましたね。手だっこホールでしたっけ、違うか、いや場所は、まあ、あのちょっと詳細ちょっと調べてないんですけども、当たってますよ。当たってますか。手だっこホールですね。あ、よかった、あ、よかった、よかった。あの大きなホールがありますよね。はい、そこで、県民大会と、沖縄県の片指田大会が、はい、行われていましたか、今終わりましたかね、行われてたんですけども、 そうですね、そこで、いつも一緒に活動してます後輩の、2人小学生ですね、名前出していいかな、はい、まあ、紹介しましょうか。紹介しましょうかね。上間エイト君とですね、佐喜真美優さん、はい、この2人が北谷町の代表なんですけども、まあ、日頃同じ活動をしているということで、はい、頑張って2人も、まあ、披露してきたっていう話は聞いてるんですけども、はい、もういろんなところで活躍してますから ね、小学生ながらに、まあ、すごく、もう誇らしいんですけども、でぜひ今度ね、でんでんラジオの方でも呼べたらなと、披露してもらいましょう、語っていただきたいなって思うんですけどもね、小学校、3年生と5年生なんですけども、すごくしまくてばが上手な2人で、うん、この2人は、へしき、へしき屋ですね、へしき屋の言葉、作業がは行になるんですけども、はい、あのちびらさぬという言葉がちびらはぬっていう風な形で、またはくぱーぱーって言って、あのおば、おばあちゃん、上のおばあちゃんなんだっけ、ひいおばあちゃんのことですね、はくぱーぱーって言ってるんですけども、この話を、まあ、しているということで、まあ、ぜひね今度読めたらなと思っております。はい、まあ、今週もでんでんラジオをお楽しみください。はい、それでは始める前にスポンサーさんの紹介、ウタサイビーガヤ、はい、クリカランワッターが牛ワンカイナ通るスポンサーの紹介、うんぬきさびら。この番組は住宅リフォーム建築のことなら有限会社丸内重機、有限会社ケイテル沖縄ソフトバンク、中野町店ネーブルカゼナ店、自分らしく生きる空間有料老人ホームニヘデホーム、有限会社ニヘデービル、柔道制服のことなら熊野整骨院、どんなリフォームもお任せください。株式会社三人。皆様の癒しの空間、デイサービスセンターシオン。お寿司、海鮮料理のことなら、寿司、海産物、石松。ヘアカットのことなら、ビューティーサロン、フレンド。au ショップ、ネーブルカデナ店。生きる支援職人の輩出を目指す、琉球リハビリテーション学院の提供、FM コザと沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りしています。はい、
ワッターとみなかい、ひじから足みじたらち、ワッターの、ワッターアクト応援ソウル、スポンサーのぐしゅうよ、一平、一平、二平デビル、ありがとうございます。はい、じゃあ、それではですね、最初の曲に行きたいと思います。はい、最初の曲なんですが、ですね、皆さん聞いたことあると思います。すごく有名な昔の曲をお送りしたいと思います。タイトルがですね、もう大人の方々はすごくわかると思うんですけど、ボブ・ディランで Like a Rolling Stone っていう、転がる石のようにっていう役なんですけども、まあ、ぜひ聴いてみてくださいね。すごくいい雰囲気な曲なので、少々お待ちください。じゃあそれでは、ボブ・ディランで Like a Rolling Stone です。どうぞ。
はい、ただいまの曲はですね、ボブ・ディランで「Like a Rolling Stone」という曲をお送りいたしました。この曲はですね、まあ、あのボブ・ディランさんはすごく世界的に もう本当に有名なアーティストなんですけども、本当にロックの神様、キング・オブ・ロックという言われるぐらいのもう本当に方です。でですね、またこの曲のタイトル「Like a Rolling Stone」というタイトルなんですけども、これに影響を受けてできたのがあの The Rolling Stones、 ベロの T シャツロゴマーク有名ですよね、わかります？有名ですね。ここで僕が着てる、よく着てるんですけど、僕多分聞いてる皆さんわからないいつもカメラに映らせてる全然あるあるなんですけどもあのこの The Rolling Stones が、まあ、影響されてできたのが、はい、ですよね。でまたいろいろ他にも名曲たくさんあるんですけど、風に吹かれてだったりとか、本当にもう知らない人はいないぐらいの 方なので、皆さんぜひチェックしてもらいたいなと思います。ということで、今週の曲はですね、ボブ・ディランで Like a Rolling Stone でした。Thank you! イペニフェデビル。はい、それでは最初のコーナーに移りたいと思いますが、今週はですね、いつもウチナー便長タイムって言ってるんですけども、今週のデンデラジオ言語ということで、今週のタイトルコーナーなしですねすいません、あのちょっと仮のタイトルコール考えとけばよかったな、くそ。今週はですね、本当に言語について皆さんと一緒に学んでいきたいなと思いますので、はい、よっしゃ、皆さんで一緒に学ばな言語ちょっとなんか後輩たちのすいません、まくってしまった、もじってるあ、今聞いてなかったことにしました、はい、はい、今日はもう本当に皆さんと一緒にですね、あの言葉とは何なのか、はい、言語とはそうですねっていうことについて考えていきましょうかね、はい、でもし意見などがまたあれば、はい、メール送ってください。はい、ウニゲーサミラ、はい、まあ始まるんですけども、この言葉、まあ、英語で言ったらラングエッジとか言いますけど、まだ英語で言ったらマダータングって言って母国語とかって言うんですけども、いろいろな表現がありますけども、まあ、ちょっと紹介したいと思います。2009年2月ですね、国連教育科学文化機関、いわゆるユネスコがですね、衝撃的な発表を行ったと。ユネスコというのは、まあ、よく知られてますよね、世界遺産登録だったりとか、うん、たくさんの、登録、国際的にいろいろ登録したりとか、そういった基準を持っているところですけども、が衝撃的な発表を行いました。何の発表かと言いますと、現世界、まあ、今の世界に存在するおよそですね、世界には今6000の言語があると言われているんですが、そのうちの2500の消滅、要は6000から6000のうちの2500の言語が危機に、消滅の危機にさらされているという結果が今出たというふうにあるんですが、で生物の絶滅危惧種の伝承でいうと、まさにこれがまあ絶滅危惧言語というもので登録されているというふうにありますね。で、まあ、この絶滅危惧言語というのは、沖縄の人たちにもすごく身近な言葉なんですけども、まあ、私たちの祖先が今まで使ってきたですね、このシマクツバ、沖縄の中南部で言えばウチナーグチって言われる言葉なんですけども、これらの琉球諸語って言われる言葉があるんですが、紹介しますとですね、奄美、はい、国神で、そして中南部の内名口、まあ、水方言を中心としたものなんですけども、で、ヤンヤマで宮古で与那国、うん、これらの言葉が、このユネスコの絶滅危惧言語というふうにして、登録されています。 でもこれが、まあ、絶滅危惧言語ですね。で、消滅が危ぶまれる程度には、4段階ありまして、最も危険な極めて深刻っていう、まあ、ランクがあるんですけども、これが538言語、はい、多いです
そうですごく多いですね。でそれに次ぐ重大な危険が502言語、危険が632言語で、まあ、ギリギリのまだ大丈夫なラインというか、ちょっとそれでも危ないですよと危惧されているものが607言語あったという。でさらに言えば1950年以降消滅した言語はなんと219語に上ったという結果が出ているということで、で、まあ、例で言えばアメリカのアラスカですね、アラスカ州で使われていたイヤック語という言葉があったんですけども、まあ、消滅したと、まあ、あれだけ広い、まあ、大陸なんですけども、 そうですね、その中でもやっぱり使わなければやっぱり、まあ、何かがあったのかわからないですけども、まあ、消滅したということで、消滅したっていう基準はどんなんなんでしょうね。ですね、一人もいなくなったってことですか、シャブレスは。まあそういうことになりますかね。またこの理解する人がいなくなったというか、聞いても、そうですね、はい、もうこれやっぱりこの世の中的にもやっぱり世の中すごくね進化してきている中で、すごくあの使われる言語が限られてくるっていうのが今現状にあると思うんですけども、例えば英語はやっぱりすごく社会にも出て、やっぱ会社とかで仕事としてやっぱり使う言語っていう風に多分すごくあると思うんですけども、でもやっぱりそういったそのそれで使われなくなっていわゆるそのマイノリティ言語っていう言葉たちがすごくなくなってきているっていうのが今の現状ですね。はい、そうですね、そうですね。でこういった事実を書き連ねると、一応のところ1億人以上の、話者がいる日本語はまあ安泰、多いですからね、そうですね、というふうに思える。しかしその安易な思い込みに反してユネスコの発表の中には、日本国内で話されている言語がいくつも挙げられていたと、まあ、その中でのまあ、それが一応8言語なんですよね、日本は、うんうん、8言語の登録がされてるんですが、そのうちの6言語が沖縄の言葉っていう、そうなんですよね。で日本の2言語が、八丈語と、アイヌ語ですね。あ、はい、もうアイヌはすごくまあ有名だと思うんですけども、八丈語もその登録ということで、ね、はい、この8つが今日本で登録されている絶滅言語というふうに言われてますね。まあ、すごくいろいろな、まあ、びっくりされている方もいるかと思うんですが、まあ、なのでまあ沖縄ではこういったシマクトゥバの日とかっていうのを設けて、皆さんで一緒に残していこうという活動を行ったりとか、たくさんの活動を行っているんですけども、まあ、昔はね当然あのシマクトゥバだったりとか も当然使われていたと思うんですけども、やっぱりなんか亡くなった陰にはやっぱりいろんな、やっぱり何て言うんですかね、現状といいますか、うんうん、出来事がたくさんあったと思うんですけども、そうですね、ま、沖縄の例で言えば、やっぱり沖縄戦がすごくキーポイントになるのかなと感じて、大きな出来事ですね、はい、っていうのがすごく自分たち学びながらすごく感じているところなんですけども、昔の有名な話で、沖縄のこの戦時中ですね、はい、逃げてる時に、まあ、壕の中で、まあ、隠れています。そしてその時に、まあ、日本軍の人から、はい、うちの口を話すとスパイとみなすぞと、うん、まあ、日本兵がわからないですからね、このうちの口を話されてしまうと理解ができないので、はい、やっぱりすごく指示が通りやすくするためにやっぱり言語をやっぱり、うん、共通の方がいいということ、うん、統一をしなければならないというか、うん、その方がやっぱり簡単ですよね。そうですね、はい、言葉の壁って大きい、高いですからね、ま、大きいですよね、全くわからないと思うので、でそれですごく威圧感というか、うん、圧迫されて喋る、やっぱりすごく、まあ、うちの、まあ、どこの国もそうだと思うんですけども、やっぱり喋れなくなったりとかで、また後々戦後終わっても日本が負けて、で沖縄がアメリカの、ね、占領地として、置かれた時代ですね。この時代は教育がですね、日本人になろうという教育がなされるようになりまして、でそこで出されたのが、まあ、方言札という、うんうんうん、まあ、例というか、そういった、仕組みというか、仕組みというか、まあ、方言札というもので、日本語を使っていきましょうというのが積極的に行われたのがこの戦後の時代ですね。戦後から沖縄県復帰にかけての時代がそうなった時代ですね。なのでやっぱりよくチュシンチャーから聞く話では、まあ、わざと方言を話させるためにちょっと頑張りして、うん、和着して殴ったりして、うん、あがーっつって、あ、お前喋ったーっつって
まあ、みんなで渡していくっていう、渡していくっていうのはすごく有名な話ですけどね、うん、まあこういった感じでやっぱり支配じゃないですけど、まあ、規制されてきた歴史があるっていうのがすごく大きいんじゃないかなっていうふうには思いますね、まあ、他の国でもこういったものはたくさんありまして、はい、アメリカでも先住民のインディアンだったりとか、ね、ネイティブアメリカンだったりとか、うんうん、まあ、他に言うとまたフランスとかでも有名な話ではフランスパリの中心の言葉が今全部に広がってるんですけど、昔はそうではなかったっていう話で、うん、はい、そうなんですよね。フランスは、まあ、いろいろな話ありますけども、やっぱり地方にもやっぱたくさん言葉があるというふうに出ていて、やっぱりそこでもやっぱ支配があったからやっぱ言語が統一されたっていうのはすごく歴史的な話で、すごく大きなものがありますね、まあ、そういった中でなんですけども、はい、あ、やっぱり支配されてなくなろうとしてた言語がある中でですね、なんと復活した、はい、復興に成功したと言っても過言ではない、言語が復活した例がありましてですね、はい、そこの国、沖縄に似てますよね、また。そうなんですよ、どこの分かりますか、言語か分かりますかね、リスナーの皆さん分かりますか、すごく、分からないです、まあ、気候も似てて、人柄も、ね、似てるって言われますけどすごくいい、あ、海外ですよ、もちろん、うん、海外なんですけども、どこでしょうかね、分かりますか、なんか七瀬が思い当たったような顔分かりますか、ハワイですか、あ、はい、正解、はい、正解です、ハワイですね、また遠いんだ、はい、ハワイ語という言葉がハワイにあったんですねそうですね、でもここもハワイもこのなんていうんですか、やっぱり禁止、統一するために禁止っていうのが出たんですけど、そこで若い人たちがみんな反対運動を起こしたということで、この復興を導いていったっていう話があるので少し取り上げてみたいと思います、はい、ぜひこれを聞いてね、沖縄県でもそういう取り組みができたら、うん、もっと復興に近づいていくんじゃないかなと思います、この内容を朝日新聞から持ってきました。あ、沖縄では見てる方少ないんですかね、朝日新聞なの で、ね、そうですね、タイムスと琉球新報が表ですけども、はい、そうですね、で言語についての特集の記事があって、そこの紙面でありました。でこのハワイで民族の言葉を学んでほしいという、ね、と願う先住民系の親たちを中心に、ハワイ語幼稚園は各島に広がり、親や教師はこの公の教育でのハワイ語を使用を求めて州の議会や政府に法改正を訴え続けた。運動は実り、87年 全米初の先住民言語で教える小学校が公の教育として始まったそうです、はい、でも学校に植え付けたっていう形ですね、ハワイの場合はすごくいいこと、すごいですよね、でもすごいです、ね、沖縄で考えたら授業が全部この島くつばとか内名口で行われてるって考えたらでもハワイではそうなんですか、そう、ハワイではハワイ語でやってるんですでも共通語は英語ですよ、あっちは、すごい、そうなんです、こっちが沖縄と似てるんですよ、家の中ではハワイ語、外に出たら英語を喋るみたいな感じで喋ってますね、そうなんですよね、ハワイ語で喋るんですね、どんな、あ、最近学校小座高校ではハワイの先生が来てるんですけど、新しく、いいですね、全然違いますね、英語とまた、本当に内名口と似てて、もう全く違ってて、逆にこんな使いこなせるっていうのがすごいなと感じましたね、最近聞いてて、でやっぱ沖縄の人に似ててとっても温かい人で、先生自身もなんかこの日本語を覚えようとかっていう意識がすごくて、逆に内名口も教えてぐらいの意欲があって、あ、そうなんですね、そうなんですか、でも似て、顔も日本人に内名口に近くてとっても親しみやすい雰囲気ですね、あ、いいですね、はい、まあそんなこんなで公の教育が始まったんですけど、最初の数年間はこのちゃんとした校舎もなくて、公共の教室を、あ、公共の学校からの教室を借りたりして授業を行っていました、でハワイ語は格下と見られていて、ハワイ語学校の生徒たちはこの普通の学校に通っている公の生徒たちからよくからかわれたそうです、だが少しも気にならなかった、自信があったからと生徒たちは話していたそうです、そういう自信がすごいですね、いいですよね、もう、こういう若者が多いからこそ復興
していったんじゃないかなと感じますね。でこの学校では、この専門の学校では進学率も8割と高く、ハワイ式の教育で礼儀が身につく、学習態度が良いという理由で、先住民系でなくてもハワイ語学校に入れる親もいるそうです。いいですね。いいですね。なんか8割って高いですよね。やっぱりこういったのこの自分たちのこのアイデンティティにやっぱり誇りを持って学ぶっていう意識で、やっぱりさっきもね、自信があったからっていう話がありますけども、いいですよね。それでまた結果がついてくるっていうので、やっぱ見習わなければならないものだなっていうのをすごく感じますよね。いいですね、この礼儀が身につくっていう点も。うちなぐちもそうですよね。なんか学んでると感謝しないといけないって思いますよね。そうですね。なんていうんですか、意識的にじゃないけど、親ファーフジの思いといいますかね、気持ちが分かりますよね。で週今では州内にハワイ語で教育する学校が幼稚園から高校まで30ほどあり、約2000人が通っています。18万という州の就学年齢人口からすればわずかだが、運動開始当初に生まれた世代が親となり、若い話し手が増えているそうです。消滅の危機にあった言語が次世代に継承された世界でも少ない例です。そうなんですね。はい、またこのハワイは参考にしたのがこのオーストラリアのアボリジニ、の国の国というか、オーストラリアの、はい、ニュージーランドですね。オーストラリアかな、オーストラリアだと思うんですけど、はい、そこから一応生まれたっていう話を聞いたことあるんですけども、やっぱりいくつかやっぱりね、成功といいますか、招くすること大切ですよね。多分成功した国のとか地域の、こういったところからやっぱりマイノリティのやっぱ強さっていうか、はい、で私たちもすごく同じ境遇だと思いますので、そうですよね。こういった力をなんかいただきながら、はい、できたらいいですけどね。はい、まあ、継承できてるっていうのが目に見えてるのがまたいいですね。そうですね。この親となった時にまた子供をこういう学校に通わしたりとか、お家でハワイ語を積極的に使ってみたりだとか、それ礼儀を教えたりっていうのが一番いい形なんでしょうね。ということで、今回はですね、ハワイのモデリングというかちょっと紹介しましたけども、はい、その中でもやっぱり今最初の冒頭で話しましたけども、まあ、今6000あるうちの2500の言語がまあなくなりつつあるという現状の中で、まあ、このもちろんその住民もそうですけども、それ以外のあんまり関わりのないその人たちもどういうふうなそういった意識といいますか、考えで関わっていく必要があるのかというか、それが本当にこれからどんどん考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。別のその言語で関係ないとかではなくて、やっぱり他のその言葉も大事にするといいますか、そういった心も考えながらやっぱり考えていこうとしていく必要があるなというふうに感じますね。はい、ということで、まあ、言語ですね、はい、ちょっと考えてきましたけども、はい、またね、他にもなんか今月がその言語についてまた紹介していく好きなので、また来週ですね、はい、皆さんと一緒に考えていければなと思っておりますので、はい、はい、今週は、まあ、ハワイですね、モデリングこのメインとして主に紹介しました。はい、ちょっと関連してなんですけど、はい、この琉球新報で興味深い記事があったので紹介したいと思います。はい、まあ、タイトルは、いい意味のヤバい定着、微妙も増えるとなっています。なんかピンとこないと思います。まあ今から待ちましょう、聞きましょう、聞きましょう、喋り方、はい、この自分たちの世代とかは特に当てはまることだと思うんですけど、この私たちは会話するときにこの本来の意味と異なる言葉の使い方をしてるんですね。で、まあ、例を挙げてみると、このやばいっていう言葉なんですけど、この本来はやばいっていうのは不都合であることだったり危険とか、あんまいい意味じゃないんですよ、この悪いことを表すので、例えばなんか
最近のテストの点数がやばかったみたいな感じの使い方が正しいんですね。でもこのなんだろう、このケーキやばい美味しいとかなんかライカム広すぎてやばいみたいななんか高校生が喋ってそうですね。内容七瀬が言ったやつじゃないですか最近の最近のやつですねとかこのとても素晴らしいっていういい意味でも使ってしまいがちなんですよ、この現在、現状が。で、まあ、さっき言ったみたいにこれ自分もすっごい当てはまってるんですけど、まいさんはどうですか？綺麗なものを見た時とかにやばい綺麗とか使っちゃう、ね、やばい綺麗ですよね。このなんか不意にやばいって言葉がすぐ出てしまう感じなんですけど、私嬉しい時とかもやばい嬉しい嬉しいとかもね、途中がやばいやばいやばい何がやばいのみたいなありますよねみたいな感じで、このやばいを本来とは真逆のいい表現で使う人が多くて、このこれが調査でもちゃんと数字で分かっていることなんですけど、この今週木曜日の17日に文化庁の2014年国語に関する世論調査での結果なんですけど、この10代でこのやばいを使う人が91.5%、ほう、いい意味で使う人が全国だよ、はい、全国です。うお、すごい。20代で 79.1%、 なのでもうすごい割合で使ってるんですけど、まあ、これ年代が上がるにつれては悪い意味で、なんかちゃんと正しい意味で使っている。そうですね。そうです。で、まあ、最近だと辞典でもいい意味で載せてるところも多くて、なるほど、あるみたいですね、そういうのは。言語によってやっぱり、国語の先生が言ってたんですけど、この公共的に分かっなんていうんですか、みんなが理解できればもう言語として統一されてるっていう、定義っていうか、そういうのがあるみたいで、だからやばいもだと思うんですけど、そういうことじゃないですか。みんなが分かるじゃないですか、聞いて、あ、いい意味だなとか悪い意味だな、だからいい意味でも載せれるし悪い意味でも載せれるっていうのがあるかもしれないですね、まあ、変化してきてるってことなんですけど、このいい意味悪い意味でもどちらでも受け取れるような言葉に甘えて、まあ、なんて言うんでしょう、なんか表現をおろそかにしてしまってるんじゃないかなとも思うんですよ。厳しいですまあちょっと自分も使ってるんですけど、まあ、リンさんどう思いますか？どう思いますか？ですね、いいのか悪いのか判断がつかないときに、微妙とかって微妙っていう言葉を使う人も多くて、全体で 66.2%うん、閉めているみたいです。微妙微妙それが微妙ですね。またあの10代から30代で 90% を超え、文化庁は若い世代は悪いとのニュアンスを伝えるときに使う傾向があると発表しているそうです。聞きますね、よく。これなんか、まあ、ちょっと、まあ、大変な問題かなとは。そうですよね、感じはしますね。一言で済ましちゃってる感じ。あの他にも、あ、すいません、どうぞどうぞ喋ってください。全然大丈夫とか使います。あ、確かにありますよねこれ、普段から普段から全然大丈夫っていう言葉はよく使ってしまうんですけど、どっち系みたいな。よくよく考えたらおかしくて、全然っていう言葉は本来は全くとか否定の意味があるんですけど、普段の会話の中で、あ、これ全然いいとか、いいのに全然なのみたいな使い方とか、でまた大丈夫っていう言葉は、あの、この前自分の話なんですけど、自分のお母さんに送迎をお願いした時の話なんですけど、自分が自分の母に明日送迎がないんだけどって相談をしたんですよ、そしたらお母さんが、じゃあ明日お母さんが送ろうかって言ってくれたんですけど、その時に、あ、大丈夫って言ってしまった。自分ではお願いしてもいいっていう意味で使ったんですけど、やっぱり無意識のうちに大丈夫っていう言葉を使ってて、でもやっぱ母には
やっぱり大丈夫だよみたいなこの意味で伝わる、そういうやっぱりいらないよっていう意味で伝わっていました。難しいですね。あのまた近年 LINE とか Facebook とか字だけのやり取りが増えて、うん、LINE のスタンプだけでの意思伝達ができてしまう世の中になってますよね、うん、自分も、うん、あの普段からそういう言葉のただあまり正しくない言葉の使い方とかをしてるせいで、学校の国語の授業とかで文章をまとめないといけない授業で、うん、なんかあんまりうまくまとめきれなかったりとかして、相手にどう伝わるのかっていうところでは、この私たち世代にとってはとても難しい表現になってきてるのかなと思います。うん、うん、そうですね、もう確かに、うん、こう、まあ、考えなくなりますよね、うん、スタンプだけだったら、うんうん、確かに言葉に頼りますよね、脳の動きがピッSNS の怖さですよね、本当に文章書けなくなりますね、漢字も、うん、確かにそれは、うん、確かにありますよ、そうそうそう、でも仮に外国人とか日本語、正しい日本語を教えるってなった時に難しいです、ね、難しいですね、やばいね、どういう意味って言われたらあ、聞かれやばいって何みたいな、全然なんか、うん、What do you mean? どっち教えた方がいいのか、あ、まあ、それはもちろんね否定系だと思うんですけど、ね、まあ、それもやっぱりうち、ね、島くてばとかも同じだと思うんですけどね、うちのランチは絶対例えば県外とかで行った時に教えてなんて絶対 言われて友達も聞いたんですけども、そこでやっぱりなんか正しくないっていうか、うん、あ、まあ、学んでる身でなんですけど、やっぱりなんか違うの教えられてたらなんかちょっと大変だなぁって思ったりもするんですけどね、うん、意味がなんか、うん、別に日頃自分たち学んでる身ですけど、やっぱり一般って学ばないじゃないですか、うん、学校とかで、うん、そういうことですか、普段のやっぱ会話の中での言葉しか使わない、なんとかだばーとか、なんとかやにーとかっていう、やっぱりゆたしく逃げさびらであってもやっぱりこれはね同級生の言葉だったりとかっていうのってでしか知らないじゃないですか、うん、ユタサルグトゥーニゲサビラが、うん、丁寧な言葉だよとかっていうのも、うん、学ばないとわからない中で、うん、あっちからやっぱ教えてって言われた時に、あ、ちょっとやばいって思ったっていう人もいて、うん、そこがやっぱりこれからのねちゃんと学ばないとなーって、ね、日本語もね同じく、うん、そうですよね、やばいと思ったってやばいやばいやばい、なんでもやばいですね、そうですね、この日本語とかはこの日本特有の自然や季節感が生きた言葉がやっぱ多いじゃないですか、うんうん、だからこんなってこのやばいとかすぐやばいと思ったっていう一言だけで済ませてしまうのはもったいないなっても思います。確かに表現の豊かさっていうことね、そうですね、便利になったのはいいですけどね、初心に帰ってと言いますか、日本語の良さを生かしてコミュニケーションかそういうのをしていけたらいいなと思います。確かにね、寂しいですね、やばいで終わったらなんか、今日どうだった、やばかった、めっちゃ聞きたいんだけど、何がやばかったのみたいな、ありますね、こんな会話、なんか結果がどうだったみたいな、あ、そうだね、うん、やばかったって言いますね、みんな、それで通じるのも怖いそうですね、会話成立しますあの逆に微妙の観点を変えるとどんなですか、微妙ってこの洋服どんなって言われた時に想像してくださいよ、うん、その洋服があまり可愛くなかった場合、うんうん、微妙って言いますよね、みんな、この洋服嫌い、可愛くないって言ったら相手どう思いますか、うん、っていう曖昧な感じに濁らす日本人の優しさの、ね、微妙に出てるのかなっても自分は感じますね、そういう場合ではね、だから微妙もいい観点から見て、そういう風にも取られるかな、そう、外人はこの外国の方々は逆にこの何でもイエスかノーの世界なので、この洋服可愛くないってすごい言うと思うんですけど、日本人はやっぱり相手の気持ちを考えてしまうと思うので、この特性でまあいいところなんですけどね、それもそこで曖昧ななんかちょっとニュアンスにごやしの微妙っていう一ワードでまとめちゃうっていうところもあるんでしょうね、多分聞かないでほしいですよね聞かないですか、聞いてもなんですけど
では微妙って言われたら迷いますからね。あ、じゃあこれにしてみようかなっていう。もどっち服を買うのか、うん、微妙で迷う、迷う微妙で迷うみたいな感じですね。日本人特有ですね、まあ、これもある意味、ね、うん、文化というか、うん、そう、うん、日本人の特有なものですよね、うんうん、そうですね。面白いところですよ、はい、はい、まあ、いろんな方向から見るといろんな方が見えてくると思うので、うん、また来週も考えていきましょうね、一緒に。結構面白い、面白いですよねじゃあ、まあ次のこのコーナーの最後に2曲目に入りたいと思います。お、はい、はい、じゃあコウタさんお願いします。はい、はい、今日の曲はめでたい節です。9月21日はキラの日っていうことで、うつすいんちゃんへの感謝の気持ち祝いの意味を込めてこの曲にしました。サビのスレスレめでたいめでたいめでたいという囃子が出ますので、ぜひマジン、歌っていきみそうよ。それでは、めでたい節ライブイン、どうぞ。ただいまの曲はですね、めでたい節でした。9月サビの部分のスレスレめでたいめでたいめでたいは歌いましたか？はい。皆さん、みんな歌ってました。皆さん歌いましゅ、歌えていただけます。でしますでしょうか。やばい、コータ、やばい、やばいよ、やばい。9月21日は敬老の日っていうことで、いつも以上におじいちゃんやおばあちゃんに感謝しましょうね。一平二平デビタン。はい、二平デビタン。二平デビタン。はい、めでたい。はい、じゃあ地域情報の方をゆたさるぐトゥーニゲーサビラ。はい。地域情報として今日は、いつもお世話になっているスポンサーさんでついていただいているんですけど、有料老人ホームニエデホーム有限会社ニエデビルさんの紹介をしていきたいと思います、はい、株式会社ニエデビルでは感謝の気持ちを常に持ち続けたいという思いから社名に取り入れました。当社では今期で成立、はい、10年を迎えました。10年目を節目としてこのほど
沖縄市大里に4階建ての介護複合施設ニヘデホームを建設することができました。ということで大きな施設がありますね。そうですね。1階ではデイサービスニヘデビルということで1日この1日間預けるっていう形になるんですかね。でいろんな趣味活動やレクリエーションを行うそうです。いいですね。でカラオケや多目的スタジオ、園芸、なんかケーキ作り、パン作りなどもあるみたいで、ゲームなどもみんなでやるみたいです。で2階から4階までが有料老人ホームニヘデホームとなっていて、このいろんな安心安全の取り組みが行われているそうです。それとっても明るい施設があるので、ぜひ興味のある方は連絡してみてください。お問い合わせ先はデイサービスニヘデビルさんが事務所、事業所番号が、すいません、電話番号を紹介します。どちらもお問い合わせ先が一緒になっていますと、098-989-6502、098-989-6502となっております。少しでもお話聞きたいなとか気になる方がいらっしゃればお問い合わせてみてください。はい、すごく明るい大きな施設ですね、なってますので、4階建てですからね。珍しいくらいですか、こんなに大きかったら。うん、またたくさんのスタッフもたくさんいますので、こういったケアとかもすごく充実しますので、ぜひ、お電話してみてください。はい、エンディングに移りましょうね。地域情報は以上ですね。はい、以上です。はい、はい、じゃあ今週というか、まあ、二平デビューさんありましたけども、はい、今日はね敬老会にちょっと参加してきたということで、はい、まあ、ちょっとだけ感想、じゃあシンプルに七瀬さんの方から、ユタサルグトゥニゲサビラ。はい、今日ちょっと私たちはこの二平デホームさんの敬老会に参加させていただいたんですけど、はい、この自分たちはちょっとした劇と歌を披露して、うん、この芋の時代を振り付けとかやってるんで、で踊るんですけど、はい、一緒に手拍子してくれたり、うん、歌ってる振り付けをしてくれたり、うん、すごく、なんだろう、なんて言うんだろう、なんか、なんて言うんですかね、ちょっと待ってください。利用者さんが明るかった？はい、明るくて、ね、自分たちも元気もらえたっていうか、そうですね、カチャオシーもずっとやってる方いたりとか、このいいテンポの曲、なんていうんですか、明るいテンポの曲が流れるためにカチャオシーしてくださったりとか、ありますね、笑っていろんな、はい、なんていうんですか、声をかけてくれたりとか、劇の間に、はい、ありましたね。すごくありましたね、ありがたい、そうですね、感じでしたね。はい、はい、ということで、またいろんな施設にお邪魔したいと考えていますので、またそういうことお邪魔したところでまたここの全然ラジオで報告していきたいと思います。はい、はい、いやもう時間もないのでね、はい、1時間早かったですね。あっという間ですね。そうですね、あっという間ですね、はい、それでは今日もみんなでお別れしていきましょうね。はい、はい、せーのでちゃんと声かけてくださいよ。忘れずにね、行きましょうか。はい、それでは、はい、行きます。それではまた来週。 See you next week。せーの、またやったーい。危なかったぜ。